最純実ゲート事件とは、2016年10月に表面化した大韓民国の朴槿恵大統領とその友人で実業家の最純美を中心とした政治スキャンダルである。正式な略称は定まっておらず、他に、最純実ゲート、朴槿恵ゲート、朴槿恵、最純実ゲート、最純美、朴槿恵ゲートとも呼ばれる。公式的な名称は、 ボク,クネ政府の蔡純美などの民間人による国政労談疑惑事件である。大統領夫婦属秘書官を務めていたチョン・ホソンが蔡純美に対して政府公館の人事案など180件の情報を流し、そのうち47件が公務上の秘密に指定されていたという問題。蔡に大統領の演説走行や閣議での発言などに 関するファイルが秘密裏に届けられ、僕船はその指南を受けていたとされ、2016年10月25日に、法は機密性の高い内部文書の民間人への提供を認め国民に謝罪した。2013年8月の秘書室長人事など、大統領の側近の人事に関する文書も、再準備にわたっていたとされている。野党であるともに、民主党の報道官は、 蔡淳みの氏が、牧政権の実質的な主役だと大統領が認めた、と指摘し批判している。この疑惑をめぐっては、チョン・ホソンが、メールや、ファクスなどを使って、際に、外交文書や政府人事などの重要書類を、送っていたとして、公務上秘密漏洩罪に問われた。大統領府政策長制主席秘書官を務めていた、安証藩が、韓国の経済団体、 全国経済人連合会の会員企業に対し、蔡が私物化していたとされる、ミル財団及び K スポーツ財団への設立資金拠出を供用していたのではないかとする疑惑。この疑惑をめぐっては、大企業に資金拠出を供用したとして、蔡準備が職権乱用、供用、供用未遂、詐欺未遂の罪に問われ、暗証犯が職権乱用、供用、 共用未遂の罪に問われた。また、複数の企業トップらが出国禁止となった。再純実の関連団体への資金拠出に対しては、以下の見返りが行われたのではないかとする疑惑もある。サムスン物産合併への介入疑惑、サムスングループ副会長を務める李財イが、サムスングループでの経営支配強化のための企業再編で大統領府の支援を受けたという疑惑。 は、第一ケオリの大株主でサムスン電子への影響力を拡大するためにサムスン電子株を多く保有するサムスン物産と第一ケオリとの合併を進めたい思惑があったとされている第一ケオリとの合併にはサムスン物産の株主であるアメリカのヘッジファンドなどが反対しかしサムスン物産の大株主だった国民年金公団は賛成票を投じ 2015年7月にサムスンブ産と第一ケオりは合併したが国民年金公団が賛成票を投じた経緯は不透明で大統領府側が影響力を行使したのではないかとされるサムスングループは西側に255億ウォンを拠出しているロッテ免税店事業権獲得への介入疑惑ミル財団及び軽スポーツ財団への 資金の拠出がロッテ免税店の認可を得る見返りに行われたとの疑惑がある。韓国の検察当局はロッテ免税店関係者が2016年1月まで企画財政部長兼副総理を務めていた裁判と接触していた経緯などを調べている。ロッテ免税店は再被告が私物化したとされる財団に28億ウォンを出資している。 反ファグループ会長釈放への介入疑惑2014年2月の反ファグループ会長の金正小淵の横領背任事件の差し戻し控訴審を前に金の夫人とグループ経営陣が2013年末から蔡に執行猶予により釈放されるよう要請したとされる疑惑。妻が裁判所の判決にまで影響力を行使したかは確認されていない。 ハンファグループは蔡が死物化したとされる二つの財団に、対して2015年10月と2016年1月に、合計25億ウォンを出資している。純実の娘が、理科女子大学の入試担当の教授から意図的に、高得点を与えられ不正入学し、入学後も一部の教授から便宜を受けて、単位を不正に取得していたとされる疑惑。韓国教育部は不正入学と、 不正な単位取得について認定する監査結果を発表し、これらに加担していた大学教授らを刑事告発した。純実の名のチャンシホがスポーツ選手育成を目的とする民間団体の資金を横領していたとする疑惑。シホは横領の罪に問われ拘束された。韓国の国民体操として莫大な振興予算が投じられたヌルプム体操が サイヤ映像プロデューサーのチャウンテクの利権あさりの対象になっていたのではないかという疑惑がある。文化体育観光部第2次官を務めていた金章が水泳選手の木体岩などに圧力をかけ意に沿わない選手の排除に動いていたとの疑惑。2016年11月21日、金はサイに便利を図ったなどとして職権乱用などの疑いで逮捕された。 一連の疑惑追及の中、2014年に発生したセウォール号沈没事故で、事故当日にボック、僕ネの動静がはっきりしていない、いわゆる空白の7時間をめぐる疑惑が再燃した。また、この空白の7時間の問題を報じた、産経新聞の加藤達也、ソウル市局長が名誉毀損罪で起訴されたが、この起訴にも、大統領府の指示があったとの疑惑がある。 その7時間のうち1時間30分は紙のセットをしていたことが明らかになった。2016年10月29日に行われた僕大統領の退陣を求めるでも7月26日、ケーブルテレビ局 TV 朝鮮がミル財団とケースポーツ財団への資金拠出を政府が財閥に対して強要していたとする疑惑を初めて報道する。ただし、この時点では 再純実の名前は出ておらず、また政府の圧力を受けた上層部の判断で続報は自粛されることになる。9月20日、ハンギョレ新聞が初めて実名で、ミル財団と K スポーツ財団への再純実の関与を報道する。以降、マスコミ各社がこの疑惑に関して報道を始める。10月24日夜、韓国のテレビ局 JTBC が ドイツ滞在中の蔡順実の処分したタブレット PC を関係者から入手してデータを分析したところ蔡が大統領の演説の総行など文書44件を発表前に受け取っていたと報じた10月25日蔡に機密文書を渡した疑惑が明るみに出たため僕ク,クネは国民に対して謝罪を表明10月29日韓国の検察当局は 大統領府の家宅捜索を見送り関係書類の任意提出を受けた。暗証班らの自宅も家宅捜索され、暗証班ら主席秘書官10人全員が法の辞表の提出の指示に応じた。同日、一連の疑惑が発覚してから初めてとなるデモが行われた。デモ参加者は主催者発表で3万人、警察の集計では1万2千人の規模であった。 10月30日、リモトガネ大統領秘書室長ら政府高官8人が辞表提出して受理された。10月31日、韓国の検察当局は、再準備を緊急逮捕し、裁判所に逮捕状を請求。11月1日、ソウルの最高検察庁の庁舎に銃器が突っ込む、事件が発生。11月2日、僕は野党系の人物を首相に据えるなど、 内閣改造を実施。首相ら3人を更迭するとともに新首相に金、平準を指名したが、大統領による首相人事は議会の聴聞会で過半数の同意を得ることが必要とされており、国会で過半数の議席を占める野党側は聴聞会を拒否した。11月4日、僕は国民向けの談話で再度謝罪するとともに捜査を受け入れることを明らかにした。 11月5日、首都ソウルで主催者発表で20万人が参加する大規模デモが行われた。11月6日、韓国の検察当局は暗証犯を職権乱用と共用未遂、チョン保存を公務上秘密漏洩の容疑で逮捕した。11月8日、韓国の検察当局はサムスン電子を家宅捜索。同日、僕は定与人市議長に対して、 金平順を首相に指名する人事を撤回する意向を伝えた。さらにその日の夜、蔡の側近で政府の文化事業を受けようなどの利権を得ていたとされる茶、ウンテクが空路で中国から帰国し、インチョン国際空港で検察当局に緊急逮捕された。拘束容疑は、ある広告会社を支配下に置こうとした蔡の不正の疑い。11月11日、 韓国検察に緊急逮捕されていた茶に対する圧戦取罪などの容疑での逮捕状が執行された。11月12日、ソウルで行われた法の退陣を求めるデモにともに、民主党、国民の党、正義党などの野党も加わり、警察推計で約26万人が参加した。11月18日、教育部は、純日の娘の理科女子大学への不正入学と、 不正な単位取得について認定する監査結果を発表し、入学を遡って取り消すことを命じるとともに、加担していた大学教授らを刑事告発した。また、チャンシホもスポーツ選手育成を目的とする民間団体の資金を横領していたとして、身柄が拘束された。11月19日、首都ソウルで最大50万人が参加したとみられる大規模デモが行われた。 11月20日、韓国の検察当局は、蔡、安庄藩、チョン保存を起訴。中間捜査結果を発表し、蔡と法が共謀関係にあるとの判断を示した。11月21日、金賞を職権乱用の容疑で逮捕。11月22日、韓国政府は蔡をめぐる国政介入疑惑などを捜査する特別検察官設置の特別法を閣議決定。 11月23日、韓国の検察当局は、サムスングループの未来戦略室や国民年金公団などに家宅捜索を実施。同日、金建築法省と蔡在京大統領府、民情主席秘書官が隕石辞任した。11月24日、韓国の検察当局は、ロッテ、SK グループ、関税庁、企画財政部を家宅捜索。 11月25日に実施された韓国の世論調査機関、韓国ギャラップによる世論調査では大統領支持率は前週より1ポイント下落して4%、不支持率は93%となり、歴代大統領の大統領支持率の過去最低記録を更新した。11月26日のデモはソウル中心部で開かれ主催者、推計150万人が参加した。 この日のデモは、釜山や甲州などでも開かれ、主催者側は、地方では、計40万人がデモに参加したとしている。11月29日、僕は国民向けの談話で、自らの身体をすべて国会に委ねる意向を表明。11月30日、韓国政府が特別検察官に、検事出身の僕へ一種弁護士を任命した。12月1日、 僕正規元大統領の聖火の隣の追母館が放火され全焼し、聖火の一部も焼けた。容疑者はその場で警察に逮捕された。容疑者は取り調べに対し、僕国恵大統領が下矢しないので放火したと、供述しているという。12月3日未明、韓国の野党3党は、大統領弾劾卒案を国会に提出。同日にはソウルなどの主要都市で、 デモが開かれ、ソウル中心部のデモには主催者発表で約232万人、警察推計で約43万人が集結し、大統領の即刻退陣を訴えた。12月5日、ソウル市教育長が、純実の娘のチョニ・ユラが本来、特別な理由のない出席不足で留年するはずだったにもかかわらず、虚偽の公文書を使って出欠をごまかしていたなどとして、 生丹高等学校の卒業を取り消すことを発表した。12月6日、一連の疑惑に対する国政調査のため、国会は特別調査委員会の聴聞会を開催。韓国を代表する9つの財閥のトップが出席、一連の疑惑について証言を行う。翌7日には事件に関係し、逮捕や起訴された当事者を国会に呼び出し、事情聴取を行う。 しかし、この校長会には国会が出席を求めた27人中13人しか出席せず、再本人は健康状態などを理由に午前の聴聞会には姿を見せなかった。そのため、特別調査委員会の金正体委員長は同行命令を議決し、再ラ欠席したメンバーに対し同行命令状を発布する一幕もあった。12月9日、国会で 僕国大統領の弾劾訴追案の採決が行われ、賛成234、反対56で可決された。これに伴い法は、職務停止となり、公共安国務総理が職務を代行することとなった。2016年12月韓国国会の弾劾訴追案可決を受けて、憲法裁判所は弾劾審判の審理を開始したが、その翌日の12月10日も、 国政介入事件に抗議し、法の即刻退陣を要求する大規模集会が開かれ警察推計で12万人が参加した。12月16日、僕は憲法裁判所に対して国会による弾劾卒を棄却するよう求める答弁書を提出。同日には、与党、セヌィ党の院内代表に、親僕派の定武沢を選出して、親僕派と非僕派の対立は、 決定的となり、李定賢は辞意を表明した。12月17日、8週連続となる抗議集会がソウルなどで開かれ、ソウル中心部には警察推計で約6万人が集まった。一方、法の支持者の集会も開かれ警察推計で約3万人が参加した。12月19日、サイラの事実上の初公判となる公判準備手続きが、 ソウル中央地裁で開かれた。裁側は僕との共謀を指摘した基礎内容について事実ではないと述べ全面的に争う姿勢を示した。12月20日、ソウルのテレビ局 JTBC に一連の国政介入事件に関する報道に不満を抱いた者がトラックで突っ込み警察に逮捕された。12月21日、 特別検察官チームの準備期間が終了し、ソウル市内の国民年金管理公団の基金、運用本部などを家宅捜索し、本格捜査に乗り出した。また、ドイツ滞在中とみられるジョン・ユラについて、業務妨害容疑で逮捕状を取ったことを明らかにし、翌日指名手配した。12月26日、国会の国政調査特別委員会は際に対する非公開の聴聞会を、 ソウル工事所内で言った。面会した議員らの発表によると、蔡は、法との共謀関係について、全面的に否認し、特別な恩恵を受けたことはないと述べたという。財団を設立し、大企業に巨額出資させることを自ら考案したのか、問われると、私はアイデアを出していないと語ったとのこと。検察には、法の案だと供述したという。12月27日、与党、 セヌリ島で法と距離を置く、必死流派の議員29人が集団離島を宣言した。翌年1月24日に改革保守新党を設立する。必死流派は年末に退任する半期分国際連合事務総長の擁立を目指す方針。12月28日、特別検察官の捜査チームは、全保健福祉部長官で国民年金公団理事長の文徹るを、 職権乱用などの疑いで緊急逮捕し、その後31日にソウル地方裁判所から逮捕状を取り正式に逮捕した。サムスングループ関連会社が昨年合併した際、国民年金公団に対し合併に賛成するよう圧力をかけた疑いが持たれている。捜査チームは、際の意向を受け、僕がサムスン関連会社の合併を成功させるよう、 文ルヒシャクラに指示した可能性もあるとみて、関係者の聴取や捜索を集中的に行っている。同日、特別検察官の捜査チームは、法の諮問員でないにもかかわらず、大統領を診療した疑いが持たれている、整形外科委員の院長、キムヨンジェのオフィスなどを固く捜索した。令状には、麻薬類管理法違反容疑に関する内容も記載されていたことから、 同委員に通院していた際が、麻酔薬プロポフォールの違法投与を繰り返していたとの疑惑の捜査も本格化する見通し。12月31日、特別検察官の捜査チームは、チョンユラの答案を助教が代わりに書くよう指示した容疑で、理科女子大学デジタルメディア学部のリュウ・アキラ、教授を緊急逮捕した。1月1日に逮捕状を請求し、同月3日に、 逮捕状が出されたことを受け正式に逮捕した。2017年1月1月1日、デンマークの警察が、チョンユラを不法滞在容疑で逮捕した。韓国側は、早期引き渡しを求めている。1月2日、特別検察官の捜査チームは、政権に批判的な文化人リストに関わる容疑で、リビョンギ元大統領秘書室長の自宅を、家宅捜索した。同日、 与党、セヌギ党の李定権前代表が、事件の責任を取り離党届けを提出した。1月10日、特別検察官の捜査チームは、2014年に行われた、理科女子大学の入試で、チョンを不正に優遇し合格させた疑いで、同大学のナム軍ゴン元入学担当部長を、業務妨害などの疑いで逮捕した。一月十二日、特別検察官の捜査チームは、 牧政権に批判的な文化、芸能界関係者を公的な支援から外す目的で作成されたとみられるブラックリストの作成や管理に関与したとして、金賞、猿、ル、ずまきち前大統領府政務秘書官、定官玉前文化大育館工部第一次官の3人を職権乱用などの容疑で逮捕した。なお、同日に出頭した、理財用から増収などの容疑で取り調べを行い、 ボク,ボクと財閥の癒着をめぐる疑惑について本格的な捜査に乗り出した。1月16日、特別検察官の捜査チームは、贈賄、横領、偽証の3つの容疑で、理財用の逮捕状を裁判所に請求した。同日、特別検察官の捜査チームは、昨年12月28日に、職権乱用などの容疑で逮捕していた、文通るを同容疑で起訴した。 1>, 1月17日の SBS の報道によると、2016年7月、東商平の参女、中国国際友好連絡会の副会長を務めていた東洋が、文化体育観光部の招きで韓国を訪れた際、韓国政府側は蔡が通っていた民間整形外科での整形手術を一方的に訪問スケジュールに組み込んでいたという。病院の院長は、 王の整形手術も担当していたとみられ、病院や家族が経営する企業の海外進出に政府が支援を行っていたとの疑惑も持ち上がったから、特別検察の取り調べを受けていた。1月19日、ソウル中央地裁が李ザイに対して請求されていた逮捕状の帰却を決定。1月19日の国民日報によると、セウォレ号沈没事故をきっかけに政府に批判的な 世論が高まると、原文化体育観光部長官で、事故当時政務主席秘書官だった、張誠千が、保守団体に支持し、反省はオルゴーデモを起こさせていたという。1月20日から、国会議員会館のロビーで、断崖政局に対する風刺画の展示会が開かれた。災害野党ともに、民主党の表青園国会議員が主催しており、展示作品を描いたのは、 僕政権に批判的な文化、芸能関係者のブラックリストに名前が載った作家たちだということ。なおこの展示会では有名なラフガに方の顔を合成した作品が展示され人格の冒徳だとして物議を醸している。1月21日、特別検察官の捜査チームは文化、芸能界関係者のブラックリストの作成と実行を文化体育観光部に指示したなどとして、 蝶誠先と近畿春元大統領、不秘書室長を職権乱用容疑で逮捕した。なお蝶は逮捕の直後に辞任した。1月22日、特別検察官の捜査チームは、順実の娘の不正入学疑惑をめぐり、業務妨害などの疑いで、理科女子大学の最教期前総長の逮捕状を請求。しかし、ソウル中央地裁が現在までの立証程度では、 逮捕の必要性を認めがたいと判断したため、同月25日に逮捕状は棄却された。1月23日、再準備が特別検察官からの再三の聴取要請に応じず欠席し続けたことを受け、理科女子大学への娘の不正入学に絡む業務妨害容疑での拘束令状が発布された。1月30日、特別検察官の捜査チームは、 職権乱用などの疑いで12日に逮捕していた、金賞と大統領府元高官二人を職権乱用などの罪で起訴した。1月31日、特別検察官の捜査チームの事情聴取を受けていた、中ミアンマー韓国大使で、元サムスン電子専務の柳財系中が、自分は再被告の推薦で大使になったと供述したことが明らかになった。 外交経験が全くなかったことから、就任直後から外交部などからも驚きの声が出ており、参考人として呼び出されていた。また、捜査チームは暗証班の手帳に、僕がサムスン出身の役員をミャンマー大使に任命するよう指示したことを示す記述があることを確認している。2017年2月2月1日、特別検察官の捜査チームは、 ミャンマーの政府開発援助事業をめぐり不正な利益を得たとして圧戦ア案容疑でサイを逮捕した。サイはミャンマーでの施設建設に韓国企業を関与させる見返りに同社の株式を受け取った疑いが持たれている。2月3日、特別検察官の捜査チームは大統領府の家宅捜索を試みた。しかし、機密に関わる機関の捜索には承諾が 必要とする刑事訴訟法の規定に基づいて拒否され、この日の捜索は断念した。同日の記者会見で捜査チームの報道担当者は、遺憾の意を表明し、大統領代行に協力を求める書簡を送る、方針を明らかにした。2月4日、特別検察官の捜査チームは、暗証犯に賄賂を渡し、医療機器事業に関連して、政府の支援を得ていたとして、キムヨンジェの妻、 パクチェユンを贈賄容疑で逮捕した。2月7日、特別検察官の捜査チームは、職権弾容の疑いで1月21日に逮捕していた、蝶誠選と近畿春を起訴した。2月9日、特別検察の報道官は、僕側の弁護士から予定されていった方に対する聴取を拒否することを伝えられたことを明らかにした。僕側は、事情聴取が、 大統領府内で9日に行われるとした韓国メディアの報道を問題視し、特権が情報を漏らしたと聴取を拒否したという。特別検察側は調査日程の流出はないと全面否定している。2月10日、特別検察官の捜査チームは大統領府が家宅捜索を拒否したことは違法だとして大統領府側の捜索不承認処分の取り消しを求める訴訟を ソウル行政裁判所に起こした。しかしその後申し立ては却下された。2月11日、ソウル中心部で、法の罷免を憲法裁判所に求める集会と、罷免に反対する集会がそれぞれ開かれた。憲法裁判所は3月上旬にも、罷免の可否を判断する、可能性があり、昨週から続く大統領の退陣を要求する、集会は再び規模拡大の傾向にある。一方、 非面反対集会への参加者も増えており、世論の分裂激化を懸念する声も上がっている。2月15日、特別検察官の捜査チームは、理財用に対する逮捕状を裁判所に再請求した。今回の請求においては、サムスン物産と第一家折の合併後、新規のグループ会社間出資の解消に関し、厚生取引委員会が、サムスン側に便宜を図った疑いや、 バズツ選手だったチョンユラが使う馬の購入をサムスンが支援した疑いなど新たに別の容疑も追加されている。同日、特別検察官の捜査チームはチョンの不正入学疑惑をめぐり業務妨害などの疑いで再協議を逮捕した。1月にも逮捕状を請求していたが裁判所に帰却されており補充捜査の末再度の逮捕状請求が認められた。 2月17日、特別検察官の捜査チームは、理財用サムスン電子副会長を、贈愛や国会での偽証など5つの容疑で逮捕した。先月に逮捕状を請求した際には、請求を棄却されていたが、追加捜査にて、新たな犯罪事実と証拠資料などが明らかになり、裁判所に拘束の必要性を認められた。サムスングループのトップでは、 初の逮捕者となった。2月24日、特別検察官の捜査チームは、大統領の主治医や諮問医ではない人たちが、保安客として、大統領府に出入り司法を診療できるように、手助けした疑いや、大統領と側近たちの釈明の携帯電話の使用を手伝った疑惑などを持たれているイヨンソン大統領府、第二付属室行政官を逮捕した。二月十八日、 特別検察官の捜査チームは、この事件に関わった容疑者17人を起訴し、捜査を終えた。その内訳は、リサムスン電子副会長が起訴、サムスングループ未来戦略室の再資政前室長と、長多田元前次長、牧昇鎮サムスン電子、対外担当社長県大官上馬協会長、コ明主サムスン電子専務のグループ首脳四人は、在宅起訴。再被告は、 収賄、業務妨害、公務執行妨害、私文書偽造未遂などで、追加起訴。安庄藩前大統領府、政策長政主席秘書官も収賄罪で、追加起訴。キムヨンジェイ氏、元大統領諮問委のキムサンマン氏、四世代医学部のチョンギアン教授も在宅起訴、本安村国民年金基金運用本部長、イ・ヨンソン大統領府行政官、再強気理科女子。 大前総長も起訴された。捜査チームは70日間に及ぶ捜査を通じて、起訴対象者が最終確定したのに伴い、チームの運営を捜査から控訴維持体制に切り替えた。これを受け、未来戦略室や社長団会議の廃止など事実上のサムスングループの解体が発表された。2017年3月3月10日、大韓民国憲法裁判所が、 朴槿恵大統領に対する弾劾裁判について、8名の裁判官全員一致で弾劾は妥当とする決定を下した。これにより、朴槿恵は大統領職を罷免された。なお、憲法の規定により罷免から60日以内に大統領選が開催される。ちなみに、韓国で大統領が弾劾訴追によって罷免されるのは初で、1987年の民主化以降、 大統領が任期途中で辞任するのも初。これにより、韓国憲法に従って非免日である3月10日から60日以内に大統領選挙を行うことになった。これを受けたボククネは、弾劾決定の2日後の3月12日に、青瓦台の皇帝から退去し、ソウル市内にある自宅に戻っていった。 韓国政府は3月15日の臨時閣議において2017年5月9日に第19代大韓民国大統領選挙を執行することを決定し布告した3月21日大韓民国の検察が僕国を収賄容疑で14時間にわたって事情聴取を行うそして検察はこの聴取の結果を受け僕国に対し3月27日に裁判所に 逮捕状を請求した。3月30日深夜、僕ク,クネは逮捕された。僕ク,クネの逮捕により、韓国大統領経験者では、全都間、ロ待遇以来3人目の逮捕者となった。2017年4月4月11日、検察特別捜査本部は、蔡の側近だった子、四手を、収賄容疑で逮捕した。子には、税関幹部の昇進人事をめぐって、 税関職員から賄賂を受け取り、際に働きかけた疑いが持たれている。4月17日、僕国が起訴された。2017年5月5月9日、大韓民国第19代大統領選挙、投開票。革新形成党、共に民主党のムンジェイン候補が大差で勝利。5月18日、ソウル中央地裁にて、医療法違反と偽証の罪で起訴された医師の、 キムヨンジェ被告に、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、贈賄罪に問われた、キム被告の妻、パクチェユン被告に、懲役1年の実刑、医療法違反罪で起訴された、朴被告の元下に、委員、キム三万被告に、罰金1000万ウォン、偽証罪で起訴された元下に、チョンギアン被告に、懲役1年、再被告一家の主治医とされるイムスン被告に、懲役10ヶ月、 執行猶予2年の有罪判決がそれぞれ言い渡された。5月23日、ボク,クネが初公判に出廷し、18件の起訴内容を全面的に否認した。5月31日、デンマークで拘束されていたチョンユラが送還され、韓国に帰国する航空機内で検察に身柄を拘束された。デンマークの裁判所は4月に韓国への身柄引き渡しを命じ。 チョンユラは、控訴したが取り下げたため、送還が確定していた。2017年6月6月3日、ソウル中央地裁は、検察に拘束されていたチョンユラに対する、逮捕状請求を却下。同日、検察は釈放した。6月8日、ソウル中央地裁は、国民年金が、サムスン物産と第一家折の合併に、 賛成するように圧力をかけたとして起訴された、文通シャク元保健福祉部長官、高勘前元国民年金基金運用本部長に、対し、いずれも、懲役2年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。在宅のまま裁判を受けてきた、高元本部長は収監された。同日、横領などの疑いで裁判を受けている、再被告の名のチャンシュホ被告が、交流期限満期で釈放された。 今年4月まで審理が行われ、残されていたのは休憩と判決だけだったが、チャン被告と共謀関係にあると見られている、僕前大統領と裁判、判決の時期を合わせるため。6月23日、ソウル中央地裁は、娘を理科女子大学に不正入学させたとして、業務妨害などの罪に問われた、再被告に対して、懲役3年の判決を言い渡した。一連の事件で、 再被告への初の判決。また当時の大学総長の再狂気被告や学部長に、懲役2年、入学管理責任者に、懲役1年3月など、教授5人を含む、大学関係者8人全員に有罪を言い渡した。その後、再被告と検察双方が判決を不服として、控訴した。また、 大学関係者8人のうち最狂気被告を含む5人も控訴を決めている。6月28日、ソウル中央地裁は僕前大統領への違法な医療行為を黙認したとして、医療法違反法除罪などで、イ・ヨンソン元大統領不行政官に対し懲役1年の実刑判決を言い渡した。6月29日、娘の大学不正入学事件で、 再被告と特別検察官チームの両方が判決を不服として控訴した2017年7月7月12日、チョンユラが理財用サムスン電子副会長の裁判に証人として出席し、サムスンが買ってくれた馬に対して母は君のもののように乗ればよいと言ったと母である再被告に不利になる証言を行った。7月27日、 ソウル中央地裁は僕前大統領の政策に、非協力的な公務員に辞職を強要した、職権乱用の罪などに問われた近畿春元大統領秘書室長に対し懲役3年の判決を言い渡した。また、文化、芸能関係者のブラックリストを作成し、リスト掲載者に圧力をかけたとされる事案についても、職権乱用を一部認め、リストに関与したとして起訴された。 金正徳元文化体育観光部長官に対し、懲役2年の実刑判決、公認の長誠千元文化体育観光部長官に対しては、リストの存在を知らないと国会で虚偽の証言をしたとして、懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。2018年2月2月13日、ソウル中央地裁は、再準備に対して、懲役20年と、 罰金180億ウォンの判決を言い渡し、蔡淳実は、判決を不服として、翌14日に、ソウル高等法院に控訴した。また13日に、同裁判所は、茂光明おろってホールディングス代表取締役、副会長兼韓国ロッテグループ会長に対しても、蔡淳実財団に対する贈賄の罪で、懲役2年6ヶ月の判決を下し、 同被告はすでに前年12月に横領罪で執行猶予付き有罪判決を受けていたため即日、収監された。2月27日の公判で検察側は、僕苦年に対し懲役30年、罰金1185億ウォンを求刑した。2018年4月4月6日、ソウル中央地裁は、僕苦年に対し懲役24年、 罰金180億ウォンの有罪判決を言い渡した。2019年8月8月29日、最高裁は、僕国クク、李在用、再純実の3人の被告について、二審判決をすべて破棄し、ソウル高裁に審理を差し戻した。ボク,クネについて、1、二審の判決は、大統領などの公職者に適用された、特定犯罪重処罰法上の罪は、 その他の罪と分離して宣告しなければならないとする公職選挙法の規定に違反していると判事した。この最高裁の判断により、サレーンでは、有罪が認められた収賄罪について、他に問われている職権乱用罪や共用罪などと区別して判決を言い渡す必要があり、罪が分離して判決が出される場合、まとめて宣告される場合に比べて量刑は重くなる。 可能性が高い。理財用について、ニシンが賄賂ではないと判断した、蔡淳実の娘のための馬の購入費と、陶器スポーツ衛災センターへの支援金について、サムスンが、蔡淳、身側に提供した乗馬用の馬について、所有権そのものを譲り渡したものとみて、馬の購入額三十四億ウォンを賄賂と判断。陶器スポーツ衛災センターへの支援金十六億ウォンも、 サムスン内部に存在していた、李被告への経営権承継という懸案に絡む、不正な頼み事の対価として提供した賄賂だと、みなした。李財用は一審で、懲役5年の実刑判決を言い渡されたが、二審の執行猶予付き判決を受けて保釈されていたが、され審で、再び実刑判決が出て、身柄を拘束される可能性が出てきた。再準備について、 自身の事実上の支配下にあった財団などへの資金提供を企業に要求した行為は強要罪が成立するほどの脅迫ではないと判断し、強要罪を有罪とした二審判断は誤りだとした。ただし、これは、サレーシンの量刑に大きく影響しないと見られている。ありがとうございます。